おはようございます。なにわ未来です。さあ、というわけで今月もやってまいりましたなにわ未来クソコラグランプリのお時間でございます。でいきなりちょっとごめんなさいなんですけど、今回周期を間違えておりまして、いつも月初に出してたよなって思ったんですけど、よくよく確認したら月末に毎回毎回ねその月の分を出していたんですが、すいません、完全に勘違いをしておりまして、すでに3月になってしまったんですが、2024年2月分とさせていただきます。なのでね、今回、発表の対象となるのは、2月の1日から、いわゆる2月中ですね、2月中に投稿されたものをご紹介していきたいと思います。でまたね、今月末に、3月1日から、クソコラ発表、前日とか、ラジオの日とかまでの、期間の分をご紹介させていただきますので、なのでね、今月は2回出る可能性が非常に高いと、いうわけでございまして、申し訳ございませんが、よろしくお願いしますと。告知は今回はそんなないんですけど、2点ね、お知らせだけ軽くちょっとさせていただければと思います。1点目ですね、キングリマスクさんの、グッズの販売が終了しましたということでね、たくさんのご購入本当にありがとうございました。もちろんね、外着にも、家着にも、大活躍のアイテムだと思いますので、ぜひぜひいろんな場面で使っていただければなと思っております。かなりね、着心地もいいので、ぜひ大事にしてやってください。またね、今後ね、こういうブランドとかと、コラボして、出す機会が来るかどうかわからないですけど、もしね、そんな機会があったら、またぜひ、よろしくお願いしますということで、お楽しみいただければと思います。続いて2点目ですね。軽くこれは、3月9日ですね。今週早くね、今週のね、金曜日3月9日の、夜8時から、第3回男気さんもコラボということで、またね、第1回と同じメンツで、またね、死闘を繰り広げていきたいと思いますので、何卒、楽しみにしていただければと思います。こちらもぜひよろしくお願いします。はい、それでは、早速入っていきたいと思います。2月分でございますね。対戦よろしくお願いします。はい、プレイボール。待ち選択、裏目地の不快感喉の渇き、腕の疲れに目薬だろあ、裏目薬かいらね打点に染みない処方、ホーラ補助成分配合おい、何リットル入ってんだよ、マジでよ出たよ1056億だろ、どうせ1056億ミリリットル配合だって、それが箱に入ってるんだってよ。知らねえよマジで。 AJUC オールジャパン裏目チャンピオンシップだろそんなとこが目薬を出すんじゃねえいやいやいや、もう関係ねえじゃんマジ、目が一切関係ないんだけど大丈夫いやでもさ、これすごいよな普通に。明らかにさ、明らかにフォントが部分部分違うんだけどさ、違和感がそんなないというかだって腕じゃん、喉の渇き、こうはいかんだろ目薬よな喉の渇きと腕の疲れだって、それ一部の人だけなんだよねいいな、ナチュラルですごい面白い最初何かな、なんかどこがね、こういうの結構あるじゃないですか、なんかお茶とかとさ、でなんかどこが違うのかなって思ってよく見たら、もうほとんど違うってありがとうございます。アイリッシュナニスキーと絶対に全員死ぬ映画、なんだこれ、ダマプレイス、破られた天杯、ぶち殺すぞおい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 、ザ・ジゾーラス、アイリッシュ爆撃、意味わかんねえんだけど山崎よりも白州が好きだから関係ねえなんでおめえらがサントリーウイスキー語ってんだよマジでな一切関与してねえだろあ、これブッシュミルズだっけ、ごめん俺ね、あんま俺確かなんかブッシュミルズだった気がするんだけどごめんなさい、俺関係があんま分かってないんだけど、この映画に出てくるウイスキーぶち殺すぞがっつり日本語や、やっぱアイリーこれ実はジャパニーズウイスキーだろいや、しょうもねえけど、しょうもねえけど面白いなマジこれストレートなのいいんだよねマジで、
ザ・地蔵。確かブッシュミルズ、てか分かんないけど、このパッケージは私ブッシュミルズしか知らない。はい、ありがとうございます。シンス1056 もう腐ってんだろ。ポ、ん？ポリガー参ります。リーチってボタンできた。カンチーソーか。いやー、これはどうしようかな。さすがにダマだな。はい。あれ、このね、このゲームね、名前忘れた、なんだっけ。あのね、ソファー、この人ですね。この人がいいビートを刻んでますね。はい。いや、元ネタとか元曲を知らんくて申し訳ないですけど。いいね、なんかマジでしっかりリズム取れてた。あの3人が、あの何、ドラムとボーカルですか。この3人がですね、あのしっかりといいリズムを刻んでおりました。はい。ありがとうございます、マジで。1歳になった瞬間大パンさせんな、マジで。骨まだ丈夫じゃないから、なめんな、折れるぞ。8192種類のロンと積もうって、野菜は甘えだったわ。一般、大パン、肘、足、三種、混合、ジャンプ、少林寺、吉田沙織。指定16種の大パンのうち8種類を使いました。優しい3万2000だ、優しい3万2000なんか存在しねえんだよ、マジで。激痛だわ。何なんだ、これ、マジで。なあ。ざるいけどいいな。なんかね、頭悪すぎていいんだよな、マジで。本当に頭悪い。ありがとうございます。ジャンタマに嫌われている、命に嫌われている。怪しい。いきます。すごっ。っていうか、どういう、これ俺、いや、もちろん、あの、本家を見たことないんだけどさ、おそらくこのままなんだろうね。いや、編集技術だよな。この文字の出し方すごいな。いや、これすごい。なんかさ、最初の方かっこいいんだよね、しかも。最初の方葛藤してるんだよ、こいつ。葛藤してるかと思いきやさ、後半の方なんかとりあえずひたすら裏が乗らないみたいな。とりあえず裏見引いて裏が乗らないみたいな。うん。毎回裏ドラが乗らない様を簡単にライブで流した。なんか文句あるか。俺だって裏乗せてんだよ、マジでよ。いや、すげえな。なんか歌わせたのもすごいしね。すごすぎんか、これ。
なんかね、ごめん、なんか完成度の方が上回ってるんだ、俺の中で。え、すげえ。いやいやいや、なんかごめん、ね、いや、マジで、なんかちょ、編集者目線で本当申し訳ないんだけど、いや、すげえな、本当に。いやいやいや、ありがとうございます、マジで。どうやって俺に歌わせてんだ、もう俺いらんな、じゃあ、マジで。歌わせてみた定期なんだよな、マジで。本当にありがとうございます。いや、ごめん。いや、こっちよりもこれ、これドア4万8000ホール。キムチチチチチチゲ？はい。アルティメット先輩。あー、はいはい、いきます。すげえ。すごっ！やーべーやーべーバカすぎる言ってることがバカすぎるよすーげー音ハメ完璧かよマジでやばかったな最初でもずっとやばかったいや ASMR じゃん最初の方キムチゲがわかんない首ピピピあ、語呂が悪すぎるいや、無理やりじゃん最後落ち着いてんじゃねえよいやーすーごいよちょっとなんかねいやちょ総合的な完成度が高すぎる完成度と満足度がよくもまああの動画一つでこんなもの作ったよなマジでどんだけお前らキムチチゲ好きなのマジで本当にこの回のさ何がそんなにお前らの心を揺らしてるんだよマジで俺は分かんねえよ
なんでこれなの、いつもよくわかんねえけど。いや、この、ね、電子レンジのピッピピが好きだったな。いや、もうちょっと、いや、完璧です。はい、ちょっと刺さりました、本当に。はい、感動をありがとう。どうもありがとうございました。もう細かくは語らん。はい、本当にありがとうございました。ジャンタマが別ゲーになったのに、9やんけ。参ります。スブロンコを積もれ。いや、操作なくね、これ。カンするだけやん。カン、そっか、ワンカンのワンクリックしかしてないから、あの、You did it がレインボーだったんだな。一応ワンキル、ワンキルだから、そういうことだよな。世界で一番うるさい Q だな。うん、問いの728はちょっとやらない方がいい。うるさくなるから。しかもちゃんとノイキャンしてたな。ちゃんとノイキャンしてたな。はい、ありがとうございます。とあるフリージャンソーでの一曲参ります。大三元確定だわ。スワンコじゃね。はぁ、お手を拝借、お待たせいたしました。ゴーベーベー、ほいよ、この野郎。バッターは、100万テンパイ3人いるんだが。え？あ、私から見てトイメンテが何？え？神茶？え？どういうこと？私から見てトイメンが両サイドに振ったと。はい。そういうことですか。猫ミーム来たか。うん、まあ、最低限知っといてよかったわ。マジで、ほんと1ミリも知らなかったら、マジでほんと、はぁみたいな顔で見てたんだろうね。あの、フリージャンソーで掃除機出すのやめてもらっていいですか、うるさいんで。という面面白かったら俺も知らねえっつって。まあね。まあ、防ぐことできませんからね、あいつもす。まあ、いいんじゃないですか。そう、ある種諦めも大事だから。あ、本当ありがとうございます。いいね、時代に乗ってきたね。ラストワード。ごめんなさい、漢字が多くて全然わからない。いきます。待て、もう一回見とくか。ゴームーブするやつ多すぎだろマジで。徳島さん13にゃんまち。結局一姫にやられるんだけど、多分だけどね、この何27秒の間で多分私がおそらく1000人以上は軽く出てきてるかと。はい。なんだこれ、わかんねえんだけどさ、元ネタわからなくてマジ申し訳ないんだけど、でもスコアとは書いてあるからゲームなんだろうな、多分。アンダーテール的な？
もう分からなすぎるけど、分からなすぎるけど、俺が多すぎて怖すぎて、これ処理耐えれんの？PC いやもうちょっと やばすぎです本当に。ありがとうございます。流行りの猫ミームのやつ、猫ミーム2発目いきます。あらさ、ちょっと待って、ごめんひたすら火力が高いでさ、途中からさ途中から出てきたこのなんかよくわからんこいつら何なんだマジでもうムーブしすぎ少し落ち着けマジでありがとうございます何屋の掃除機はやかましい、ミガメの涙は塩らしい、わかんないです、いきます。ナノデスコーラスがやばかったなもうやばいっしょ今月やばマジさ職人多すぎだろ本当に。俺最初マジで知らんかったからさ、これが本物の歌詞だと思ってた。なんか違かったわ。そしたら役満とか出てきて、っつって、まあ、ここにドラとか書いてあったからね。いや、技量高すぎんか、マジで いや、もう言うことがねいやクオリティ高すぎだって普通に曲になっちゃってんだもんだってマジで本当にありがとうございますダーツライブ スナイパーかな、いきます。 You require
処刑。殺意を込めて今日の人ばかりは壮大な前振りだろうなもう ここやんマジで。あの最後のオリオクサラバルジネドリバーをあの早送りすんなマジでなんなのこれ。いやカウントアップじゃねえじゃん、ヨースター爆撃なんだけどもうこれを機に終わりにしようまあダーツライブを使ってくるかいや本当にありがとうございます。はい、もう、オーリオエクストラバルジネドリバーもう埋めよう皆さんの心の中にありがとうございます。本当アトミックスポーツ7、あミニボトルっぽいな、これなんだあれか、飛び込みだからね、絶対にね、絶対に顔と体の色が一致してないの絶対にほとんどいつも何なんだろうこれあの瓶持ったまま飛び込まない、多分飛び込みだよなこれ、瓶持ったまま飛び込まない方がいいっすよマジで本当にどこを見てどういう表情をしてるんだよマジで。あ、響き投げかなあ、響き投げですかね、ええ、円盤投げか、うん、え、響き投げですね、はい、なんであとお前イヤホンしてんのあ、なんでマジでお前イヤホンしとる、うん、いつのカラボの時だよ、はい、で いやもう知らんがな、もう何これ。しかも右の方なんだっけ、42度だっけ、なんか俺あんまいい感じ知らねえんだけど、なんかうちにない酒瓶がついに出てきました、はいついに、うちにないやつ出てきました、はい、もう世も末ですね。あと手塞がるから酒瓶持たない方がいいっすよキーパー手使えるんでせっかくね、唯一手を使えるポジションなのに、酒瓶でこう封じてしまうのは非常にもったいない、はい、こいつサッカーを知らないな、さては、うん、まあやはり前田のこと、顔面の破壊力はピカイチと、はい、本当にありがとうございますゴームーブバーンいきますチェーン店背負ってんだからな、負けんねえこんなの、危ねえからやめてくれ、それねえこんなの、カルドじゃ始まったよリーチパスもスキンがこうして引いてフォルズにゃちが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 ち
クオリティとね、クオリティとね、内容が一致してなさすぎて途中から俺なんでこんな格好にいたのって
何を見せられてるんだやばもうさもうもういや完成度マジやべえんだけどさこの辺とかもさあここねここがもう一番じわったんだけどいや待っていや本当にえぐいだろだって全然なんかこんな なんていうのこういうムードで映し出す背景ではないマジで2巡目にリーチして高めを掴んでるだけねそして一発でうんその様子と酔っ払ってよくわかんねえけどマイナス58億つって言ってるだけなんでいやいやえなんかさえこれさ知らんけどそういう仕事をしてるじゃないとできないだろこんなの何これこっちやで全国の寿司チェーン店背負ってんだよ負けんねえこんなの危ねえからやめてくれそういうのねえこんなの何を映してんだよこんなかっこよくよ何を映してんだよこんなかっこよくよもう俺が何か言える立場ではないやばすぎるもう何も言いたくない俺は本当にありがとうございます感動すら芽生えるんだがマジで異次元すぎますねこのクオリティは俺がだんだん追いつけなくなってきた何がすごいってさリズムでしょ、まあ、映像のクオリティもそうでしょあとリズムでしょあとさ音圧とかが完璧なんだよねマジで聞きやすすぎて音圧とか音量本当にありがとうございますマジ素晴らしいですマジでマージャンしてんじゃねえおいマージャンをするな財産権確定と書類送検に敬意を込めて載せねばって乗らねえんだろだって乗らねえもんはしょうがねえじゃねえけど最悪だなこれふざけんじゃねえよマジでいや、ガチで知らねえよって話なんだよな。てめえの裏なんか知るかよって話なんだよな。なんかいつものさ、例のごとく上がれないさんのサムネイルなんだけど、これはすごいね。輪郭切り抜き具合、素晴らしいですね。裏乗らなそうな顔してるもんね、だって。なんでここにEピンがあるのかわからんけど。いやー、ありがとうございます。余一水とか知らねえから誰だよマジであドラに憧れてラスをかけていくって書いてあったわ、はい、うるせえんえおお危ねえ見逃すとこだった何これ転職しなくてもビズリーチおいこれやばいだろもっと見るとかさマジでプロモーションかと思った一瞬ダマリーチをするためだけのサイトではないらしい人生1056億時代いや恐竜とかいるだろマジで
自分のパワーを知ることで導き出せるかもしれない。今すぐ転職は考えていないけれど、まずは自分のパワーを確かめるところから始めると思う。無事ビズリーチ、なんで最後パーソンになってんだあとお前どこに携帯当ててるマジで。お前自分のさ、自分の車幅っていうか耳分かってないよね、うん、耳そこじゃないんでね転職は悪いことじゃないから、まず自己分析しっかりしようぜ。自分の耳がまずどこにあるか確認しようぜそれかお前ただ単に話すだけ、一方的に話すだけやん、マジで。聞く耳を持てよ、本当に。面接落ちるぞありがとうございます何や猫、猫耳も多すぎだろ。言います。急走が1枚だけある。急走1枚と何話きたー。待って、2択を当てないといけない。その前に2択を当てないといけない。ただブーン、こっちの方が通ると思ってる。シャンパンのようなナイスパです。ゲームなんだけど、このゲーム。あれ、俺役満上がって負けたのこの日。ちょっと情報量多かったし、なんか途中でなんかどっかの米津がなんか来日してた気がするんですが、気のせい、あれ米津だよね。ちょっと待って。いやごめんここにちょっと破壊、俺これ知らんくてさ、これどうせ出回ってるやつだろこれ。ごめん、俺この存在を知らなくてさ、こいつが強すぎてちょっとごめんなさい。なるほどな。すごいよね。なんかストーリーになってんじゃん、ちゃんと。猫ミームが。黒巻将棋。まあいいよ、ここはいいけど。なんかね、いや、悪い意味じゃなくて、結構じわるんよね、こういうの。まあこういうざるさがね、いいっちゃいいんですけど。いや、ちょっと、米津強かったな。でも、いや、これ俺が知ってたら耐えれたんだろうな。ちょっと申し訳ないわ。優勝は米津ですこいつ待って、こいつずるすぎだろマジ。まあいいやありがとうございました。何や未来のフェイスダンス言います。 なんで4つあんのこれ。4つちょっと待ってお前さ、言ってんだろ顔やばいよやばいってまあでもやばい俺見るのつらいんだけどあと3つあんのこれしょっぱら言っちゃってるんだけどマジで。よし、見ましょうか。残り3つあるらしいんで。はい、これ、何これ、これどこの、何これ。ほうほうほう、メリークリスマス。いや、誰お前誰こいつ知らないんだけど。アルコールはクール、but have you ever had someone care about you? Me neither. Pass the bottle. is cool, but have you ever had someone care about you? Me neither. Pass the bottle. お前英語喋れたんかうまいな。なにこれ、さっきの誰だかわかんないやつ出てきたんだけど。
帰ろう、もう無理だ。久々に直視できないやつが来たわ。ごめん、申し訳ない。初っ端が正直一番強かったかな。で、こいつはマジで誰だかわからん、本当に。いや、俺じゃないよね。絶対俺ではないよね、さすがに。え、でも、え、俺じゃねえ、待って、背景がさ、今気づいたけど、こう、俺じゃん。どこが俺なの？整形した？これ整形しただろ、こいつ。誰だよ。絶対背景そうじゃん。マイクラの背景でしょ。絶対俺じゃん。いつの間に整形したん、お前。ああ、びっくりした。俺だった。この手は直視できんな、マジで。本当にありがとうございます。何やめらいオットマット界隈でレッドソングが必須科目なので作りました。いきます。何これ何はこれ何確定何これ何引いたの俺て俺の手配なくなってるんだけど。おい。いろんな曲があったよな。レッドゾーンだけじゃなかったんだが、全然。あれ話と違うじゃないか。あ、これか。エヴァンスゾーン。ああ、そういうこと。ああ、なるほどね。これで教えてくれてたんだな。はいはいはい。いやーでもすげえな、ほんとに。どうやってやってんだろうね、ほんとにね。どうしてもその目線になってしまうんですが。いやーすげえよ、マジで。やーばいな、ちょ、マジでね、この類、ほんとに。いやもうちょっとすごすぎるよ、ほんとに。ちょ、マジでね、マジでなんかうまい言葉が見つからなくて、ほんと申し訳ないけど、でもやべえ、マジで、とりあえず。それだけはね、伝わってほしい。本当に。いやー、もうありがとうございます。一つの曲なんだが。本当にありがとうございます。エクストリーム飲酒運転だ。ハンドル切りながら、前の様子見ながら酒飲んで。
これやばすぎて左手と右手で手のサイズ全然ちげえの。キモすぎ、キモすぎ。角度が完璧なんだよね。角度と輪郭というか、これやばい。これ火力、一撃の火力高すぎな、マジで。あのこういうしっくりくる一撃性のあるやつが私一番ゲラるんで、はい。ありがとうございます。最高です。あのさっきからことごとくさ、芸術作品をさ汚すんじゃねえよ。何屋的未来生活、なんでもなんとか的竜宮生活、ごめんなさい、わからない。いきます。なにこれ。どこどこどこ。肩入ってる。肩なんかないです。やばすぎん。いや原曲を知らない私からしたら初っ端からうるさすぎてマジで困ったんだけどさ。完璧なスタートダッシュ、うん、スタート完璧なんですけど、これさ、この速報は何なのこれ。肩とかなんか肩とか。いやそれ、いや始まってそうそう、誰で始まんのやめてくんね。どういう始まりだったよ。なんで誰から始まる。ちょっとやばい、クオリティがやばすぎるって。画面のさ切り替えのこのなんていうのスムーズさ、やばいよな。いやいや、ちょっともうやばすぎて、ちょっとごめんなさい、もう本当に。本当にね、なんて言っていいかわからんのよ。いや、これ肩面白かったな、これ。肩。本当に技術力が高すぎるな。こういう影とかも細かいとこだけどさ、こう影とかも本当すごくてさ。あのね、このクオリティの素材になるにふさわしい男ではない。それ開幕誰とか言うわ、マジで。ここなんで、待って、これお金まで画廊券書類送検。おい、いつから49都道府県になったんだよ。知らねえわ、こんな県。いや、気づけてよかった、ここ。気づけてよかったよ。危ねえ。ちょっと全体のクオリティ高いって、やっぱこういうとこ見逃しがちなんだよね。WUGP ってなんだろうな。WUGP ってなんだろう。なんか、あんのかな。なんだろう。GP はグランプリっぽいけどな。いや、わかんないでしょ、ごめんなさい。なんだろう、ワールド裏目グランプリかな、ちょっとわかんないけど。
だからも多分元のあれが元の映像っていうかあれがそういうあれなのかな。こんなのがいっぱい流れてるの。ここで掃除機イーソーをやめてくんね。この役漫画どう考えたって一番難しいじゃん。国士無双なんかよりはるかに難しいからね。語呂悪すぎだろ。なんかさ、いやいやごめん、俺マジさ、いやこれもクオリティが、全体のクオリティが高すぎてまた見逃しがちだったんだけどさ、これなんかさも当たり前のようにさ、このなんか新しい役をぶち込んでくるのやめてもらっていいですか。いやちょごめんなさい、本当に本当に元ネタを知らなくてマジで申し訳ないんだけど、本当にありがとうございます。いや感動もんだろマジで。ペッタンダニアゾーン、ペッタンゾーン、ペッタンゾーンって何。ごめんなさい知らんです、いきます。こいつは何を問いかけてるんだ一体。一生懸命ヤルチューバーフォーラで。どこだっけな。いいな、いいな。ストレートに、やはりストレートにスムーズに鋭い言葉を指していく。さも当たり前かのようにこう端っこにしっかりと白州と山崎。いやいやすげえな。やっぱこの なんて言うんだろう、この独特なサウンドがまたいいのよね。なんかちょっとスーファミ的なものを思い出させるような。いやいいな。このさ、この作品だけじゃないけど、このやっぱあの右と左からしっかり聞こえてくるやつマジで好きなんだよ。いやー本当にもうありがとうございますマジで。何やみらいクソクラグランプリと一本グランプリ、オープニング、オープニングってどんなやつだったっけ。はい、いきます。と思っていたのか。注文。ジャンダマ配信をやっていきたいと思います。おはようございます、よろしくお願いします。ユニコーンパーソンQ&Aハハハハハすげえすげえじゃん。すごいんだが。なんとなくね、一回ぐらいはオープニング見たことがある気がするので、あれなんですけど。え、すごいなぁ。いや、この黄色い部分がやっぱ、ここすごいんだよなぁ。こういうとことか。もう誰だよってなってんだけどさ。多分、同化しちゃってんだろうな。うん。これとか、これとかそうなんだよね。すご。いやすーごいマジで。すごいな。
唯一こいつだけがいらないなんかよくわかんないけど、なんか2連覇じゃない、なんかとりあえず2冠らしいです、はい1なんで1なんで1あとユニコーンじゃなかったわね俺病気だ、これユニコーンに見えたわアンコモン、アンコモンでした、すいません、ユニコーンに見えたわあー失礼しました、申し訳ないわ、うん、いやーすげえ、これはすげえわマジで本当にありがとうございますにありがとうございます、マジでいやいやごめん、いやごめんだけど、いやいやごめん、すべてはプロチンパン猿って何ダブルヤクマンじゃんごめん、もう申し訳ないけど、すべてはそこだわ、うん、申し訳ないね、あとヨースターじゃないから、はい、わけわかんねえから、ほんと誰なんだよ、お前は。ちょっと何アニション？できる原曲わからんです。ごめんなさい、いきます。いやさ、途中のさ、あの松崎攻めやめてくんねどこ、左から聞こえてくるかすかな茂る松崎あのさ、あのこれなんか定期的に飛んでくるこのさ、あのこの枠を無視したジェットストリームダイバーなんだマジこいつだけ自由の見すぎるんだよねマジ、おかしいじゃんいやーすごすぎる、晩酌のシャープ1を持ってくるあたりのセンスよねあーもうやばいわ、ちょっと本当にどういうさ技術してんのマジで、絶対普通にパワーズの方が俺より編集力あるからねあの全然もう私なんかマジ足元にも及ばないんで、ちょ本当に あの安定の原曲を知らずで本当申し訳ないですけど、本当にあのすみません、手の込んだ作品本当にありがとうございますマジで未来予想図1056億、動画って何これ、まあとりあえず見るか、いきます、映像ほとんど変わってねえんだ2カットだけだろこれ
ダメだ、これは失敗。だって未来予想してないじゃん。ただ単に批評しただけなんだよね。何未来予想も、未来予想もクソもねえんだよマジで。大パンゼロいきます。研究が知らないです。なんだろう、この広い世界観が伝わってくるような壮大な BGM の背景とともに、北斗百裂拳ですか。なんか、なんかさ、賞味この辺多分リズム取ってるんだろうなと思いつつ、まあなんとなくちょっとやっぱこうね、ちょっとずれてるじゃないですか。わざとだかもしれないんだけど、なんかちょっと、うん、多分リズムに乗せてんだろうなってここら辺で聞いてたんですけど、したらなんかちょっとはどう、なんか映ったと思ったら急にこれだもんね。もうリズムもクソまったもんじゃね。バカ野郎だよマジで。もうね、もう勘弁していただきたい。もうね、もう何でもありだからマジで。やはり最後に勝つのはパワー。あまりにも画面も音もあまりにもやかましすぎるんだよな。ここで一瞬なんか映ったなって思ったの、その瞬間だったマジで。ダメ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 。ドラ塗りタチャアテカカンいきます。
え、すげえ。多分あれなんです、そういう元が多分元の歌詞に合わせてこう五六をね、五六というか、まあ、ジョセフなんか五六になったつもりはないんですけど多分そういう風にね合わせてくれたんだと思うけど、すげえな、なんかニュータイプ。この辺とかやべえもんな、普通に。この辺普通にやばいんですよ。なんでこんな女性出てくんの。本当にハネマンとか知らねえよ。やべえマジで。ちゃんとポンもカンもチーも多分これ全部やってるんだろう。そのポンとカンとチー全部やってる。すごなんか自然すぎて凄さに気づけてない感があるわ。やばいな、みんな球審好きだね。みんな球審好きだね。いやーこれ、まあ、本当に、いやありがとうございます。すごっ。カットがうまいんだよな。カットがうまいっていうか、このクリップが切り抜きとかね。いやーすげえマジで、本当に本家気になるわ、うん、こんだけクオリティ高いと本家が気になる。マジありがとうございます。なんでこの色なの。スーパーナニア未来テクニックいきます。すげえ。すごすぎん、本当に。今月職人多すぎだろ。やば、多分途中からあれじゃないですか、メロディーも多分俺だよね。どんだけダブトン本一1234言ってんの。何回確認するんだよ。しかも途中なんか言ってる順番からダブトン1234とか言って。どんだけダブトンつけてんだよお前マジで。ダブトンだけで漫画あるじゃねえか。ふざけんな。やばいっしょ。いやこれ最初からだ多分メロディー。俺ここかっこいいよな。あれ待って、最後のさ、最後の一瞬全部100万じゃね。100万詰め込んだもしかして。絶対そうだ。すげえよマジか。いやもうやばいよ。もういやもうマジでもうなんて言っていいかわからんのだけど。もうやばいって。いや普通に感動するしな。いや言葉はいらないとはまさにこのこと。もう今日多分 3,4 回ぐらい言ってるけど。
もう芸術、芸術そのものですね。どんだけ時間使ってんだこれに本当にありがとうございます。今回は多分普通にあの投稿された順になるかと思います。本当にね、優劣つけがたい、もうどれも感動作品。これあのこれね、映像っていうかマットっていうかさ、これ職人の方々本当にありがとうございます。はい、というわけで今月の作品以上でございます。本当にね、まずは、なんだろうな、今月も本当たくさんの面白い作品とかね、本当ね、クオリティの高い作品をどうもありがとうございました。引き続きですね、皆様の、無理のない程度に、皆様の時間を最優先で、お楽しみいただければなと思っております。で、またですね、全部の作品をね、紹介できなくて、申し訳ございませんでしたと。いやーもう本当にね、ちょっと腹よじれすぎたね、マジで。腹よじれすぎたし、もうなんか唖然とする作品がいっぱいあったし、もう、すごかった。今月はちょっと、マジでやばかったっすね。本当に、皆さん、改めて本当にありがとうございました。至福な時間でした。撮影時間が現在ですね、2時間10分。休憩なしです。ぶっ通しでやってるんですけど、2時間10分でございます。2時40分です、今、深夜。はい、頭悪い。いや、本当に、楽しませてもらいました。引き続きよろしくお願いします。まあちょっとね、言葉にならない作品とかもたくさんあったんですけど、まあそれはそれでちょっと、なんかリアクション薄いなって思わないでいただいて、マジで言葉が出ないだけなので、ちょっとそのレベルの感動という認識でいていただければと思います。本当に、ありがとうございます。でですね、来月以降、発表を希望される方は、説明欄のルールをしっかりとお読みになっていただいて、その上で、投稿していただければなと思っております。ちょっとクレジットの話がちょっと分かりづらかったかもしれないんですが、まあ、例を書いておこうかなって思っております。まあ、多分よく見れば分かると思うんですけど、その、クレジット表記がいるのかいらないかの記載をまずしてもらって、だ変な話はクレジット表記、用とか、不要とかを書いてもらって、で、必要だったら、その下に、下っていうか、それと一緒に、実際のクレジットをね、まあ、URL とかを載せてくださいっていう話であって、要は、クレジット表記必要ない、だから書かなくていいじゃないんだよね。クレジット表記必要ないですっていうのを書いてほしいんですよ。それがないとわからないんで。まあなんかね、ご丁寧にノイキャンとかしてくれた作品とかもあったんですけど、まあ、一応ね、ダメではあるんですけど、なんていうかさ、ほら、まあグレーの部分はグレーの部分でいいんですけどっていう話で、なんか音がこう、やっぱごちゃごちゃ重なってる中で、まあもちろんほら、マットとかでもさ、NCS が使われてる部分とかもちろん使ってるわけだから、なんつうんだろう、あんまり、本当はね、グレーなんだけど、まあ、別にその辺は、そこまで、気にはしなくていいっすよっていう。ただね、長く使う分とか、長く使うとか、まあ、その時間の問題じゃないんだけど、まあ、あくまでもそういう作品ですよっていうので、切り抜いたっていうね、扱いであれば、まあ、その辺はそこまで、気になさらなくてもいいのかなっていう気はしております。はい。まあね、すごい丁寧に対応してもらえるのは、すごい、ありがたいし、助かるんだけど、まあ、グレーはあくまでもグレーなんでね。はい。まあ、皆さんの、なんつうんだろうな、認識の尺度っていう言い方があってるのかわからないけど、まあ、皆様の考えに、お任せしますんで、ゴリゴリにさ、ほら、対応手が加工してもらって、なんか、クオリティが下がるよりはっていうのがね、俺もあるんで、だから、俺も心苦しいからさ、まあ、そこは柔軟に楽しんでもらえればいいかなと思っております。というわけで、今月の動画クソコラね、以上になります。改めて本当にありがとうございました。そしてプレミア公開をご覧の皆様もありがとうございました。というわけで、来月もね、また楽しみにしていただければと思います。本当に何度も言うけど、皆様の時間を、大切にしていただいて、引き続きね、作成をお楽しみいただければと思います。本当にありがとうございました。てなわけで、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。ありがとうございました。プレミア公開の皆様ありがとうございました。さよなら。お疲れ様でした。